誰も守ってくれない。海辺に立ちすくむ沙織、波が荒れている。その後ろ姿を見て勝浦が声をかける。帰ろう。いつまで続くの？一生逃げ続けなきゃいけないの？もう一人でいい。一人がいい。沙織の方へ近づく勝浦。ダメだ、お前は一人じゃないだろ。お兄さんが罪を犯してもそれでも家族だ。一人じゃないんだよ。腕を押さえながら痛そうにしゃがみ込む勝浦。痛いの？お前はどこも痛くないのか？首を振る沙織と勝浦の頬に傷があるのを見つける。血が出てると自分のハンカチで勝浦の頬に流れる血を拭く。そしておもむろに立ち上がる沙織。お兄ちゃん苦しんでたの？小さい頃は仲が良かった。私が泣くといつも頭撫でてくれた。でも中学の頃からお兄ちゃん勉強ばっかりさせられて、あんまり話さなくなって、一度だけ声をかけられた。助けてくれって。成績落ちてお父さんにぶたれた後、お兄ちゃん悲鳴を上げてたんだと思う。それから部屋にこもってばっかりになって、いつも暗いのにして、それがなんだか嫌で話さなくなって、あの日お兄ちゃん帰ってきてと、あの日の出来事を話し始めた沙織。お兄ちゃんは警察に何も言ってないって聞いて、私も何も言わないって決めた。お兄さんを守ろうとしたんだな。静かにうなずく沙織。沙織の手を引き砂辺に腰を下ろさせる勝浦。沙織、いいか、これからも君が家族を守るんだ。家族を？そうだ、お兄さんとお父さんをだ。できない、そんなこと。守るんだよ。父さんと会いたくない。だってお兄ちゃんのこと。お父さんもだ。誰かを守るってことはその人の痛みを感じるってことだ。人の痛みを感じるのはとても辛い、苦しいことだ。でもな、それが生きていくってことなんだ。わかるかい？はっきりとうなずく沙織。勝浦はジャケットから一枚の写真を取り出し沙織に差し出す。そこには家族4人笑っている姿が映し出されていた。お母さんが持ってた。じっと写真を見つめる沙織。そんな沙織の隣に身を寄せそっと肩を抱き寄せる。生きるんだ。強く抱きしめる勝浦。勝浦の胸に顔を押し付け沙織は声にならない声で泣